3.5 ポンドと25ポンド、はい、でまあ、3.5 ポンド、まあ、これは実際にはもうエリア用にデザインしてあります。ブランカーは味つってもなんでもいいんだけど、デザインはエリア。5フィート11インチ。で こっちは6フィート9インチで、まあ、バスメインなんだけど、フォートシバスとか、クロダイとか、ラジオとか、まあ、何でも使ってください。ここに俺勘違いしてたわ。フラットバックキャスティングシートが一緒、うん、超高級だろ、ね、超高級、6000円。やっぱ6000円ですよね。いいの入ったのあった。こんなの値段上がっちゃうからつけたくなかったんで、うん、まあ、とりあえず開発のやつがつけてみたい、はい、使ったらいい、お前がいいって言うんじゃしょうがない、うん、つけろよ。これでじゃあおいくら、本体価格いくらぐらいで、ね、あでも6万ちょっとです。6万ちょっとね、うん、6万ちょっとでこれ入れてくれてるんだったら、まあ良心的だ。これが6万6000円、はい、でこっちが6万2150円で、うちあの OEM でいろんなメーカーさんに差を出してるんですよ、はい、開発依頼されて、はい、全部コンピューター設計して型手配して作ってるんだけど、これをもしそういうラインで他のメーカーさんに売ると黙って切り替えるですよね、ですよね、触ってみてください。りょうくんにこれ含め、ね、これ6万だからこれ買えよ。ちょっと触って軽い振れば分かりますよ。ここまでのマルチピースなどを作れるメーカーさん、他には絶対ない、はい、あの比べて回って後で下げてもいいし、でも比べて回っても実はここが作ってるって可能性が高くなった。でもマルチピースは作ってない。あちゃんと張りもある。9万円になっちゃうとさすがに注文来ないから、うん、マルチピースなのに軽い。ダダダしてるような感じで、軽いだけじゃない、シャキッとしてるし、シャキッとしてるし、はい、ま、曲がり見てくださいよ。ワンピースですね。素晴らしい、すごいベンドが綺麗、うん、こんなないっすよ。ないだから中国頼んだってこんなの作れない。はいはいはい、これ連れてハワイ行きたいな。あピコックバス全然、あのハワイのウィルソン港とか、あの旅行のついででよくやるんですけど、バカンスでなんかやっぱ飛行機全然持ち込めなくなっちゃってるから、そうこれだったらね、これだって姉妹寸も、姉妹寸すごいんじゃない、短いの、そう、あ合わせがねここまで入ってるんで、こいつがこの長さですね、この長さ姉妹寸、あのカバンに入るってことですもんね、うん、そう、あのカバンはね、あこれまた別物、太い方の、あこれまた別物、うん、そうそう、あこの竿は一緒ですよ。このケースはこっちの竿あっち用で、うん、でそれよりも短いの、短いです。スーさんこれマジありなんですか。これね、いいじゃん。これに25ミリ1インチ足した長さ、姉妹寸法。おー、2本目としてはこれ、うん、メインロッドとして使ってもらって全然いい、うん、変な安いの買うくらいだったら、うん、こういうの1個は高いのしっかり、うん、そう。で、2ピースメインでしょ、大体、はい、2ピースってこう曲げた時に、はい、曲がりの頂点に繋ぎが来るんじゃないですか、はい、それ嫌だ、だから分散していくから、そう、5本で、もっと言っちゃうと、まあこれは 3.5 ポンド、はい、あ、もうちょい強いのもあるピークオークだと、こっちかな、こっちか、20スピニング大スピニング、ああそうか、基本スピニング。でもそのコンパクトさで持っていけるんだったら、これ1本あれば海もできるから。で、これまあバスメインはバスメインなんだけど、海で使ってくださいよって言うんだけど、バスロードワンピースを結構多いじゃないですか。はい、で、こうカーボンのパイプで作ってあるから、基本パイプってこう曲げると真ん中たわんで潰れるんですよ。それはもううちのもそうだし、大和さんでも島野さんもどこでもそう、杉目がそうだけど、これ5本継ぎだから硬いところがあるから、こ
ここは潰れにくいんですよ。これベンドはどんな感じか今軽く曲げてみてもらうと。はい、で、どうぞ。わあ綺麗。これはパワーですね。だからワンピー以上に丈夫です。いいね。すごいです。ハイパワー。こちらも。この6万8000円ぐらい2本で12万13万、まあ、なんかお仕事でそういう映像撮りに行ったりっていう遊びで羨ましい。ただあのバカンス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 だったらついでにもう1本はいおすすめのアメリカで結構流行ってんだけど、天から天からが流行ってるんですね。天から流行ってます、アメリカ。もう40年ぐらい前に持ち込んだ人たちがいて、はい、そういうのが今だんだん、うん、この10年ぐらいで。天からってやったことない。これただ糸をこれに毛張り付けるやつ、延べ竿みたいな。延べ竿でキュッキュッてこうフライのも糸が止まってるよみたいな、あの渓流とかで先の縁先の縁に入れてだから昨日もねお客さん来てバスとかって話出て、これバステンカラーにしたらいいんじゃないの、あのゴムの紐みたいなのにトッパーつけて、ハワイだとあの渓流にスモールがいっぱいいるんでこれ持ってこれでも渓流じゃちょっと長すぎる。まあね、まあちょっとジャングルだからちょっと移動が大変かも。あの通常は振り出しなんですよ、はい、前から、はい、ほとんどのあそれを継ぎ竿で作る。継ぎ竿の次あ本当だ。こことかこことかで、あの生まれ故郷はこいつだから、うん、基本あの丈夫に作ってある、うん、丈夫に作ってあるから思いっきりあのシューティングできる。 あそこ狙おうしたら狙える。で振り出しの竿だとそんな思いっきりやったら、はい、下手すと折れちゃう。だからこれで70センチのスチールヘッドつってる。10.5尺。あの福島とかスーさんが行く遠征とかでまあ山入んないかもしれないけど、そう福島山入んない。あそこでイワナとか連れてってもらうんだったらありだよ ね、こういうので登ってっていいとこあったらスルスルと作って、それで、あこれまだね新製品なんで、はい、ネットに出てないんだけど、はい、近いうちあげますんで、はい、これあのピッてやってもらえれば、はい、あどうぞどうぞ、ネットが出てくる、うん、あの説明文近いうちあげます、はい。それとあの実は今そっち側のキャスティングコーナー、はい、あの投げてるんですよ、フライとかルアーとか、はい、そこで今この日本の竿を今投げてますので、もしあれだったらあちょっと大して並んでないと思うんで、はい、ちょっと見て、はい、投げてもらえればありがとうございます。より分かる、はい、すいません、はい、ありがとうございます。メッカー名なんて読めばいいんですか。あリチャーズ、リチャーズ、リチャーズ、はいはい、で竿がまあ、全部ペンタスティックっていうシリーズ、はい、でまあこちらはワイルドジョーカー。ワイルドジョーカー、はい、さんワイルドジョーカー覚えてる。ワイルドジョーカー北海道か、ワイルドカードと、はい、あのワイルドババのジョーカーをかけて、はい、これいいな。絶対どこのあのカップロットよりもやっぱパキッとしてるし軽いし、うん、まあ、まず投げれば分かると思うんで、はい、ちょっとやってみてください。ありがとうございます。はい、すごいね、これ。